ポルトガルですけれども、どんなサッカーをしてくる？なんか選手だけ見たら、うん、すごくなんかこう魅惑のね、魅惑ですねって思うじゃないですか、うん、そうはいかないですよそうはいかないこのチーム選手たちで行われそうなフットボールじゃないんですよまだなんかポテンシャルで考えると引き出しきれてないかなって思うのはちょっとありまして、うん、韓国はもし孫がいなくなってしまうととてつもない戦力なんです。そうっすね。今回も前回に引き続きワールドカップ特別編、今回はグループ H を徹底解剖していきたいと思います。白鳥さん、グループ H、はい、一言で表すとどんなグループリーグなんでしょうか？そうですね、まあ、ポルトガルが一番有名にも見えるんですが、うん、まあ、ちょっと不安要素も結構あるんで、うん、まあ、ウルグアイとかガーナとかにもチャンスはあるかなと思います、うん、はいはい、韓国もいますけど ね、 そうですね。まず改めてポルトガルなんですけれども、はい、こちらどんな国なんでしょうか？はい、今 FIFA ランクだと9位ですかね、はいはい、で6大会連続8回目の出場、うん、でヨーロッパ予選だとそれこそセルビアと一緒のグループで、うん、まあ、ちょっと2位になって、はい、でプレーオフでトルコと北マケドニアを連覇して本大会行きを決めてます、うん、はい、2018年ワールドカップと昨年のユーロは、共にベスト16、うん、で6月と9月のネーションズリーグも3勝1分け2敗だったんでした、うんうん、誰もが知ってるねエースのクリスティアーノ・ロナウドが、うん、もうちょっと37歳で、うん、まあ、ちょっと今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドも出番が減ってるので、うん、そこが一番不安な要素かなと、うんうんうん、あとはもともとウイングの、レギュラー候補だった、リバプールのジョッタですかね、うん、彼がもう怪我をしてちょっともう多分出れないっていう形になってて、うん、さらに、最終ラインだとペペ、うん、ペペがまだ、もう結構39歳なんですけど、まあ、レギュラーかなって言われてましたが、はい、ペペもちょっとコンディションが怪我でっていうところがあるのでその辺も不安かなと。でフェルナンド・サントス監督も在任9年なのでもう長いですね、うん、でまあ、2016年のユーロで優勝した監督さんですが最近ちょっとその、うん、なかなか大きい大会で上位に出れなくいけなくてちょっと批判の声も出てるかなっていう感じですかね、状況的には。はい、まあ、こう見るとすごくまあ、もちろん年齢が高齢化してるってありますけど、はい、まあ、まあタレントは、うん、まあ、皆さんが知ってる選手たちはたくさんいると、うん、たくさんいますね。そんなポルトガルですけれどもどんなサッカーをしてくるチームなんですかね、戸田さん。なんか選手だけ見たら、うん、ね、すごくなんかこう魅惑のね、魅惑ですねって思うじゃないですか、うん、そうはいかないですそうはいかないそうはいかない、うん、もうサッカーはそうはいかない。もうユーロの時なんかも見てて歯がゆかったですね、うん、僕は、うん、もうベルナルド・シルバだ、うん、ブルーノ・フェルナンデスだ、はい、全く良さが生きないっていう感じだったんで、まあ、基本的にすごく保守的な人だと思います、うん、まあ、ボールを持ってプレーするっていうのは基本的にすごくこう見てる方も楽しかったり、うん、すると思うんですけど、まあ、同時にリスクだっていうところもあるし、うんうん、ポジションチェンジも含めて、まあ、プレスもそうなんですけど、はい、あんまりそういったバランスを崩したくない、うん、まあ、基本的に保守的な人なんで、まあなんかタレントがなかなか生かされない、うん、ねえ、だってサイドバックカンセルもいるし、はい、ルベン・ディアスもいるし、うん、そのまま素直にプレーさせてみた方がいいんじゃないかって思う時も結構あって、うんうん、で、まあ、ジョタが出られないのは残念なんですけど、うんうんうん、まあ、でもラファエル・レオンみたいなね、はい、これからワールドクラスになるんじゃないかという選手もいるし、うんうん、ペペが出られなくても、うん、まあ、そこにまあダニロ・ペレアみたいな選手が入るんじゃないかと思うんで、うんうん、人はね揃ってるんですよ、うん、揃ってるんだけどこのチーム選手たちで行われそうなフットボールじゃないんですよ、うん、意外にそうじゃないんで、うん、なるほど、そこがちょっと僕は見てて歯がゆい、うん、なるほど、ユーロもそれで失敗してる、なるほど、うん、すごいいい食材をね、そうですね、あるんですけど、うん、そんな簡単な料理作っちゃうんだみたいな感じですかね。だから多分白鳥さん結構言いますね。いやいやいや、僕ちょっと今含みも出したんですけどね。いやいやいや、多分ベルナルド・シルバってマンチェスター・シティで、うん、あのデブライネと一緒に輝いてるイメージあるじゃないですか。そうですね、あれがねなんか代表だと同じ人なのかなぐらいになっちゃうんですよ、やっぱり戸田さんおっしゃった通り、なんだろうなっていう、うん、その辺がこうもったいないなっていう感じはしちゃうんですよね、うん、まあ、グループでやっぱりボールを運ぶとかっていう概念があんまり感じられないので、うん、基本個人になっちゃうし、うん、なるほど、そうするとなんかみんなそれぞれが一生懸命考えて、うん、
いろんなことをしようとするんだけどなかなかそれがつながってこないなっていうのは例えばユーロだったりするし、うん、まだなんかポテンシャルで考えると引き出しきれてないかなって思うことはちょっとありまして、うんうん、なんか期待してるんだけどどうかなっていう感じです、うん、僕の中でも、うん、まあ、なんかねやっぱメンバー見てると本当に面白いサッカーやればなんか良さそうだなってイメージがあるものの、とはいえ一つやっぱ懸念材料としてはクリスティアーノ・ロナウドの状態、まあやっぱどうしてもあの集まると思うんですよね注目が。こちらはどう見てます？疲弊してないって意味ではプラスですよ。では試合たくさんやってないから。でも代表の試合見るとまあプレスはやっぱり行わないし、そうですね、もう完璧に別物としてチームは存在しているので、うんうん、そうなった時にきちっとボールが例えばね相手の攻撃もストップできるか、うん、もしくはその前線の9番としての働きが基本的にはゴール前に特化している選手なので、うん、プレス受けた時に最前線でしっかりボールを引き出せるかとか、うん、ここぐらいなんですよ、うんうん、ここはやっぱりしっかりできないと、うん、でそれが今だと例えばベンゼマとか、うん、まあ、レバンドフスキとか、うん、それすごい素晴らしい9番だって言われてる選手は、うん、自陣で例えば味方が一生懸命ハードワークしてる時に、うん、もう次の場所を探してるわけですよ、うん、奪った瞬間の次の場所を探してて、うん、当然カウンタープレス早いんでそれより前にポジション取って一回ボール引き取ってあげたいっていう当たり前にやるんですけど、うん、そこまでの仕事がなかなかできないので、うん、やっぱり所属でも試合には重要な試合にはなかなか起用されないですし、全体としてゴール前までボールが運べればボックス内の動きとかすごく良いんでワンタッチでっていうのはあるんですけど、ちょっと分業になっちゃうんですよね。それは今で考えるとなかなかこううまくすことが進まなそうな選手にはなってきてると思って、中盤のサポートのポジションとかももともとウィンガーなんで、うん、そんな後ろ向きでこうガツガツ来た時にうまくボールを収めるとかっていうこともさっき言ったような選手とちょっと違うので、でもそれでも絶対的な存在でしょ、外すってことはまずないと思います、だからその中でどれぐらいチームとしてです、チームとしてボール運んで、チャンスたくさん作れるか、ね、そういった意味ではなんかちょっとアンタッチャブルな存在になり、ここまでになっちゃったらもうしょうがなくないですか、しょうがないですよね、クリスティアーノ・ロナウドやって、誰が外せるんですか、そうですよね、だからテンハグすごいんですよ。そうですね、テンハグすごいんです。だってロナウド普通に外してるわけですから、なかなかできないです。あと守備しろとも言えないですよ、ね。言えないですね。お前カウンタープレスしろよって他の選手みたいにやっぱ指示できないと思うんで、まあメッシとかもそうですけど、その辺のマネージメントはやっぱりこう辻褄がだんだん合わなくなってきた年齢になってきてるんで、それが難しいなと思いますよね。やっぱりね。あとはね個人的にやっぱジョアン・フェリックスにずっと夢を見てるんで僕は、なるほど、期待し続けてるので。僕はこのレオンっていうミランの選手、左サイド、これはやばいですよ、とんでもない体してますよね、これはぜひ見てほしいです、皆さんに、はい、まあ、ポルトガルを応援している方がこの中にいらっしゃるとね、ちょっと不安要素がたくさんあるような感じではあると思うんですけれども、だってフェンランド・サントス監督ってあれですよ、日本があのギリシャと対戦した時の監督さんですから、フェルナンド・サントスさん、ギリシャ、ブラジルワールドカップで日本とやった時の対戦して、それでもあれでしょ、うまく持ってったでしょ、確かに、はい、だって16年のユーロの時だって決してその攻撃率だったってわけじゃないですか、まあ、あの時ね、クリスティアーノ・ロナウドの状態も全然良かったですしね、決勝延長でしたしね、だからひょっとするとこの今のポルトガル その選手たちのレベルで考えると合ってないかもしれないです、もうちょっとその、ね、ダークホース的な、もうワンランクレベルがこう下の選手たちで、コレクティブにみんなでハードワークみたいなのが合ってないかもしれないです、いやちょっとそういったところの監督のね、あの過去も振り返ってみると面白いですよね、そして続いて、ガーナになりますけれども、白鳥さん、どんな国ですかね、はいはい、ガーナはですね、FIFA ランク61で、2大会ぶりですかね、4回目の出場になります。FIFA ランクは一番32カ国中、そうですね、32カ国の中で一番低いですね、一番低い、はい、一番低いですね、で、アフリカ最終予選だとナイジェリア代表をアウェーゴールの差で下してなんとか本大会を決めてます、で、まあ、選手としては、まあ、アユー兄弟とか、あと、まあ、アーセナルのトーマスとか、そのあたりがまあ有名ところですかね、で最近は結構あの二重国籍の選手の勧誘に結構熱心で、元ドイツアンダー21代表のアンブロシウス、ケーニヒース・デルファに続いて、
9月にはあのスペイン代表歴を持つ、イニャキ・ウィリアムスとかも入れたんですよね、うん、であとはイングランド代表の21代表だった、ランプティも、9月に加えました、うん、だからこの2人はまあ本当に補強って感じですよね、うん、はい、9月にフォワードと右サイドバック補強したって感じですね、うん、ただまあ予選中にあの2回監督交代もあって、うん、で今の、アット監督は、うん、もともとライエバツ監督が監督だったんですけど、彼の助監督から昇格した人ですね。でちょっとまあ指導者経験があんまりない方なんで、うん、昔あのブライトンとか指揮してたヒュートンっていう人、うん、ちょっとアドバイザーに加えたりとかして、あ、なんとかチーム指揮してるって感じみたいですね。この、 あの二重国籍の選手を勧誘するっていうところで言うと、はい、その他国でアンダー世代まで活躍してた選手は、はいはいはい、A 代表には呼ぶことができる、はい、あと A 代表で、公式戦じゃなければ大丈夫です。あ、はい、だからユーロとか、ワールドカップの予選、本大会予選は、うん、に1回でも出たらもうダメなんで、うんうん、親善試合とかに出てるのは大丈夫で、確かイニャキ・ウィリアムスも多分1試合あったんですよね。うーん、ただそれ強化試合だったんで、はい、まだ国籍変更が可能っていうところだって、ほらニコ・ウィリアムス、スペイン代表だから、はい、兄弟で分かるんですよ。 あれ弟です。そっか、弟、はい、はー、はい、で兄貴はガーナに行って、弟はスペインでワールドカップを目指してるってことですね、はい、ボアティング兄弟と一緒ですよ。そうですね、ドイツ、弟ドイツでね、ガーナ、そうそう、はい、ルーツがやっぱりそこにもあるんで、うん、そっか、だから戦力アップです、うん、確かに、なるほど、イニャキが入ったんで、そう、うん、補強って感じですね、本当に大会直前に補強しました、ね、なるほど、はい、そしてガーナはどんなサッカーをしているんでしょうか、戸田さん。日本がほらこの前対戦したじゃないですか、うんうん、あの時はイニャキもいない、うん、あのトーマスもいない、うん、だからちょっと違うチームなんですよね、うんうんうん、であのヒュートンさんっていうのは私があのスパーズにいた時のコーチなんですよ。おお、そうなんですか、なるほど、その後ブライトンとかでも監督したんですけど、うん、割とそのソリッドなものを好むんで、うん、なんかポジショナルでとかじゃなくて、なるほどだそういうことをちょっと考えると、まあ、どういうなんかこうチームになっていくのかなっていうのが、うん、なんとなく見えるのかなと、うん、まあ、マーティもレベルは高いと思いますし、うんうん、あとさっき言われたようなクドゥスとか、うん、いい選手は揃ってるんじゃないですか、うん、それなりに、うん、オードリーも多分ベルギーとかどこかでやってると思うんですけど、うん、で速さが加わりましたからね、うん、でジョルダン・アユーも、まあ、前もやるけどサイドハーフもできるし、うん、すごい当たり、そのプレミアの中だとクリスタルパレスっていうのはやっぱり真ん中から下なんで、うん、当然ながらそうボール持たれる展開も多いから、うん、当たり前にこう自陣まで下がって、うん、ハードワークはできるし、もともと点取れじゃないので、うん、だからこういう選手がフォワードチームで、まあ、プレーをしながらクルスみたいな選手がカウンターの一つ手前でイニャキがスピードで飛び出すとか、うん、でトーマスがしっかりバランスを取り、うん、ハードワークでボールも取り、 なんか見えてくるものあります、うんうん、だランキングよりはもう少し僕はいいチームかなって感じがします、うん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 、はい、まあ、馴染みがないところもあるとは思うんですけれども、うん、まあ、アフリカらしいサッカーをしてくるのかななんていう、クルスみたいな選手はちょっとやっぱり違う感覚を持ってて、うん、一つなんかこう彩りを加えてくると思うんで、うん、あとはでも基本的にみんなヨーロッパ内された選手が多いから、うん、まあ、しっかりあのプレーができると、はい、身体力も高い、うんうん、そんな感じですかね、はいはい、続いてウルグアイですけれども、はい、白鳥さん、はい、どんな国なんでしょうか、はい、ウルグアイは直近の FIFA ランクは14位ですね、うん、で4大会連続14回目の出場、はい、で南米予選ちょっと苦戦してましたね、うん、で、2021年の末にはあの有名な15年間指揮してたタバレス監督を解任、うんうん、でアロンソ新監督の下でなんとか息を吹き返しまして、最終的には、8勝4分け6敗の3位で今大会出場を決めました、うん、でまあ、過去3大会連続でベスト、あ、決勝トーナメント進出なので、うん、まあ、ワールドカップの実績という意味ではやっぱり折り紙付きですよね、はい、うん、でまあ、ずっと有名な2大エースのスアレスとカバーニってもう35歳になりましたが、まだ代表では健在ですね、うん、でまあ、さらにリバプールのヌネスっていうね新しいストライカーも出てきてるので、うん、まあ、その辺は注目かなと。であとはバルサ所属のアラウホっていう選手が、
9月のイラン戦ですかね、ちょっと内転筋を怪我しまして、最終ラインの多分ねレギュラー候補だったんで、うん、っていう感じですかね。でアロンソ監督っていうのは、まあ、フォワードとして代表歴もあって、うん、まあ、結構そのタバレス監督の時代からシステムとかスタメンとか結構刷新して、うん、まあ、チームをなんとか軌道に乗せたっていう雰囲気ですかね、雰囲気的には、うん、はい。まあ、でもゴディンとかもまだ健在なんですね、はい、まだいますね、ゴディンは、はい、まあ、健在というか、まあ、まだ保ってるんでしょうけどね、うん、だ次がどうかっていうところなんですか、うん、ゴディンも36歳ですかね、はい、はあ、まあ、こんなウルグアイそんな状況だと思うんですけど、ウルグアイどんなサッカーをしているんですかね。次の可能性はもう出てきた国だと思います、うん、で代表的なところでいうと、まあ、もちろんアラウホも素晴らしいポテンシャルを持っているので、うん、彼がフィットして出られるんであれば、うん、相当来るんじゃないかなと思ってて、うん、だ彼が出られないとカセレスとかなんですかね、カセレスかヒメネス、まあ、ヒメネスですね、はい、ゴディンはやっぱりもうファシリート的な部分はだいぶ落ちてるはずなので、うん、アラウホがいたらなっていうのは一つと、うん、あとやっぱりレアルマドリードのあれですね、ペレ・バルベリですね、あれはすごいですね、彼もスーパーな選手になってきましたから、うん、まあ、今のそのフットボールで考え定義した時のスーパースターになっていく選手で、とてつもないあのアスリートの力もありますし、走力もあるし、理解のレベルも高くて点が取れる、うん、彼をどこで使うかかなっていう、うん、マドリーだとウィングポジションで打たりするんですけど、うん、まあ、外でもいいんじゃないかな、うん、じゃあベンタンクールと組むのは誰だ、うん、ベシーノかみたいな感じなんで、うん、ここら辺がなんかスパッてはまってきた時に、うん、またあのヌネスみたいな選手が出てきてるので、うん、でスアレスもまあ母国に戻って活躍して、うん、チャンピオンになったんですかな、そんなのがあるんですけど、うん、まあ、あとはカバーニどうなのとかっていうところが、うん、みんなの状態が今の状態から考えてベストまで行くと、うん、結構来るんじゃないかっていう期待はあります、うん、でマッティウス・オリベラってナポリのサイドバックもすごく良いですし、はいはいはい、ちょっとやっぱ若返りがうまくなんかでき始めてきた、うん、でロドリゴ・ベンタンクールもセンターの中盤で考えるとトップですね、うん、本当トップレベルなので、うん、いいチームになってきて、で、まあ、タバレスさんの時代本当になんかオーソドックスな 4-4-2 がずっと続いてしまったんで、うん、ちょっとそれで限界を感じたところもあったと思うんですけど、選手のレベルがまた上がってきた、で監督が少しチームを蘇らせたところがすごく期待が持てる国なんですけど、うんうん、あとはコアテスみたいな選手が、あのスポルティングのコアテスがセンターバックに入るとちょっと重いです、うんうんうん、ちょっと重たいです、うん、だからプレッシングがちょっとしづらくなるとか、うん、そういったところがすごく影響するんで、なんか先端の戦術があるって感じじゃないんですけど、うん、選手のレベルが上がって選手に多様性がウルグアイも、うん、出てきたんで、それで試合の中でうまくプレーできるようにはなってると思います、うんうんうん、ただ4バックは変わらない、多分2トップは変わらない、うん、なんで 4-4-2 ベース で、うん、でスワレスが出るとやっぱりそこまでプレスはできない、うん、だからちょっとここを切り分けてなんか考えなきゃいけない、うん、こんな感じだと思います、うん、まあ、あのウルグアイは、ね、状態が悪かったとしてもなんか実力として上に上がってくるチームなのかなっていう、いやだからバルベルデは本当ぜひ見てもらった方がいいですよ、うんうん、タレントお揃いだというところです、最後は韓国になりますけど、韓国はどうでしょうか、はいはい、韓国はですね直近の FIFA ランクだと28位、うん、で、まあ、10大会連続11回目なんで、まあ、実績って意味ではね、うん、本当も常連になりましたよね、うん、でアジア最終予選は7勝2分け1敗、グループ A を2位通過でしたね、うん、でまあ、前回大会もグループステージ敗退だったんですけど、うん、まあ、それこそドイツ代表から3試合目ですかね、うん、金星奪うとかっていうところでインパクトは残してましたね、うん、でまあ、ソン・フンミン、ファン・ヒチャン、イ・ジェソット、あ、まあ、前線には結構ヨーロッパのトップリーグで活躍するタレントが並んでて、うん、でまあ、今ナポリで、ナポリが今セリアですごい好調なんですけど、はい、まあ、その中でキム・ミンジュっていう選手がね、うん、センターバックがすごい活躍してまして、うん、その選手も結構注目かなと。で、監督はポルトガル人のパウロ・ベントですね。でまあ、もう4年、2ヶ月超えなんで在任期間がもう韓国では最長らしいです、ね、で通算33勝っていうのも歴代最多で、まあ、ちょっとメンバー固定に対する批判とかもねあったりもするみたいですが、まあ、ポルトガルの監督なんで、グループステージで自分の国と戦うんですよね、でこれが最終戦ですかね、ここはまあちょっと一個あれかなと、
とあとはちょっと日本でもニュースになってましたけどソン・フンミンがね、うん、あの怪我をしたっていうニュースが入ってたので、うん、そこは結構韓国の成否を握るファクターになるかなと思いますね、その状態っていうのは、うん、はい、顔でしたっけ、顔ですね、目確か目ですね、あ、目、手術したとか出てましたね、はい、ちょっとそのあたりは心配なところですよね、はいはい、あの戸田さん、韓国はどんなサッカーをするんですかね、はい、いや、モダンなところを追っかけたんですよね、うん、ポジショナルプレーでボール保持して、うんうん、でなかなかそれが僕が見ていると、うん、まあ、形にはなりきっていない、うん、ただソンがいる、うん、ファンヒチャンがいる、うん、ファンウィジョがいる、うん、ここはねやっぱりちょっとアジアの中では抜けてたりするので、うん、結局ここだなっていうのと、うん、まあ、確かにキム・ミンジェはですね、もうここまでの選手にはちょっと思ってなかったんですけど、うん、今ナポリでもバリバリやってますから、いや素晴らしいですよね、うん、まあ、体も動くし、うん、ビルドアップも恐れずにドリブルもするし、うん、だそういう個人で見ると良い選手がいます、うん、だチームでそのヨーロッパ内でされたものをどれぐらいできるかっていうのはまた別で、うん、人が揃った時にどれぐらいっていうのは結局早い攻撃の方が機能してる、うん、で、あんまり全体でボール持とうとしすぎると、うん、うまくいかないのかなとは思っております、うん、だからベントはそっちを目指してきたので、うん、ちょっとそこは噛み合ってないようにも思うんですけど、うん、特にアタッカーは選手のレベルが高く、センターバックも今ヨーロッパですごく注目を集めている選手がいると、うん、そんな感じですね、うん、なるほど、うん、ちょっとポジションに偏りがあるっていうか、ポジションごとのレベルの違いが結構大きいです。日本の方が揃ってます、うん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 、韓国はちょっと抜けてすごい選手と、うん、まだインターナショナルレベルには到達しないなっていう選手が混在してるチームなんで、うんうんうん、これはワールドカップレベルの後にボール保持でどれができるかっていうのは、うんうん、僕はそんなに楽観してないです。難しいと思います。なるほど、はい、まあ、そうなってくると本当にまあチームとしてプレーすることとソン・フンミンの出来みたいなところが結構ポイントになるんですかね、はい、そうですね、間に合うかどうかが分からないですよね、うん、目ですし、うん、でアタッカーでもヘディングしますから、うん、確かにまず手術からのどれぐらいの時間があるとプレーできるのっていうところが結構難しいとは言われているんで、うん、これでもしソンがいなくなってしまうと、うん、とてつもない戦力なんです。そうですね、まあ、そうですよね。ファン・ウィジョがいたとしてもでもソン・フンミンは別格です。ちょっともっと違いますもんね。別格です。うん、まあ、なかなかこう厳しい状況なのかなというところが見て取れますけれども、各国の情報を見てきたところでグループ H の展望について考えていきたいんですけれども、試合の日程はこのようになっております。初戦ウルグアイ対韓国、うん、そしてポルトガル対ガーナ、第2戦目韓国対ガーナ、うん、ポルトガル対ウルグアイ、第3戦目がガーナ対ウルグアイ、韓国対ポルトガル。注目する試合はどのあたりになりますかね。まあ、初戦でいうとウルグアイと韓国っていうところで、うん、ウルグアイがここ韓国を一周するような展開になると、うん、ウルグアイに1位突破みたいなのも出てくる可能性があるんで、うん、まあ、ここちょっと注目かなとは思いますけどね、うんうん、まあ、ただその実力的に見ると、うん、まあ、先ほどポルトガルなかなか厳しいかもしれないなって言ってるところではあるものの、はい、まあ、前評判的に言うとポルトガルウルグアイなのかなというふうに見えるんですけど、そうですね、グループは抜けるんじゃないかなとは思ってます、うんうん、そのガーナと韓国で考えると、うん、あとやっぱり初戦ですよ。どこも初戦が一番難しいというか、まあ、デリケートで緊張する舞台だと思うので、うん、ここでなんかこうちょっとボタンかけ違っちゃうと2戦目以降は難しくなるっていう、ただまあ順当にいきそうな気もしますね、うんうん、白鳥さんどうですか。そうですね、まあ、基本ポルトガルウルグアイが軸になるかなとは思うので、あとはそのガーナがあのさっき言った補強した2人とかね、なるほど、あの辺とかがまだ9月に呼ばれたばっかりで、あと直前で試合して本大会みたいな感じなんで、うん、まあ、どれぐらいフィットしてるかってとこも含めて、まあ、チーム力をあの左右するかなって感じはありますかね。だからガーナはここにこう書いていただいたこの、はい、この本のね、はい、メンバーで言うと、はい、クルスを中盤の真ん中に置いちゃダメなんですよ。あ、なるほど。クルスをトップ下に置いて、うん、でトーマスの横は同じように、はい、あのハードワークができる人を置くと、うんうんうん、イニャキに多分つながるんです。なるほど。カウンターが打てるんで、今これ
トップ下2番手になってますもんね。そうそうね、はいはい、アンドレ・アユじゃなくて、アンドレ・アユは確かにレジェンドなんだけど、うん、レベルで言うとちょっとやっぱりもう厳しいとかあるので、うん、もうねカタールにいますからね。そうここだからイドリス・ババにするとか、うん、そういう選手でトーマスと組ませて、うん、でクドゥスのところでもうタクト振るって、はい、もうカウンターとかって持っていくとガーナも嫌な存在。このクルスの中盤のセンターはブーです、はい、なるほど。クルスがダメっていうよりは多分アンドレ・アユのところで、うん、あのストップします、うん、この辺のね本当最後の人選とねスタメンとかっていうのもね、うん、毎試合注目していきたいところですよね、うん、やっぱりね。そうですよね、やっぱこのね、あの徹底ガイドみたいな直前ガイドみたいなものの答え合わせもね、そうですね、本戦で、うん、いやそれ違うだろうみたいな。いや正直違うだろっていうか、正直もう無理ですあのこれもメンバーも予想なんで、そうですよ、ね、予選だったり直前のメンバーでギリギリでこうメンバー作って、うん、そうですよね。でも発表されてからとはちょっと違うんですけど、うん、発表されてからの方はまたちょっと別で作るんですけど、なるほど、それはまたの背番号入りの名鑑みたいなのをまた後で作るんですけど、じゃあその新しいものを見た方がいいってことですか。一番最後そうですね、あのできたら11月19日にできたらお二人にもお送りしとくんで、はいはい、指示出しておきます編集部に。なるほど、はい、ということで、以上カタールワールドカップグループH の徹底解剖をお届けしました、はい、次回はいよいよですね日本が戦うグループ E を徹底解剖していきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、戸田さん白鳥さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。まずはスペイン代表グループ A のプレーに関しては非常に長けている選手が多いので、うん、大崩れはしません。今回のコスタリカから見ると日本を上に見てたんですが、ボールを持たせる、うん、要は持たされる、そこをどう切り崩していくかってところはもしかしたらかなり難しいかなって、まあ、ドイツどんなサッカーしますか。まさに最先端という、うん、スーパーダイナミックです。もしここに日本が飲み込まれると、うん、抜け出せない、うん、